長岡市の年の瀬の風物詩となっている募金を呼びかける事前釜が今年も設置されました。事前釜は年末に募金を呼びかけるため、仏壇仏具などを販売する東和が毎年設置しています。大きさは直径 1.5メートル、高さ 1.7メートル、今年で41年目を迎え、初日から多くの人たちが募金に訪れました。毎年たくさんの、募金を、してくださいまして本当に、感謝しております。今年も皆様の善意のご協力をお願い申し上げます。募金は全額長岡市の社会福祉協議会へ寄付されます。